化粧水何使っているみなさんこんにちは。今回は、2022年4月の化粧水何使っているのトピをまとめました。素肌から綺麗になりたい人必見。それではどうぞ。歳とともに乾燥がひどくなったのでしっとり系のを使ってますが、つけた後しっとりしていいですよ。キュレルはクリームもいい。添えつけて手袋して寝たら良くなる。 乾燥肌なのでとてもしっとりタイプ3を愛用しています。これを使い出してからは乾燥しなくなりました。私にはすごく合いました。排出に合ってるし、テクスチャも好きです。価格帯もちょうど良い。エイクシールのアドバンス度がすごく良い,いです。ウオってベタつかないのでずっとリピです。保湿力はあるし、肌トラブルないし、くすみもないから私は好きです。見屋根も少し高級感あって。 ドラッグストアで買えるものだけど気分は上がりますよ。インスタの広告のサンプルもらえるやつで使ってみてめっちゃ良かった。試しに買ってみたけど透明感が出るね。コスデコの乳液と一緒に使うといいらしいけど。コストかかるから普通に化粧水として。洗顔後に使っちゃってる。コロンとした形が可愛くてパケ買いでしたが。最い心地も良い。シャバシャバ系だけど、それなりに潤うし、不、う、安、ん、に良い。他の美容液やクリームなんでも相性も良く。 結局戻ってしまいます。無印用品敏感肌用さっぱりタイプ。無印いいよねえ色々やったけど、結局これに落ち着いた。化粧水はこればっかりリピしてる。終わって使い始めた時に、つけ心地が気持ちよくて感動した。無印の化粧水の蓋を外して、無印で売ってるスプレーできるのをつけてみたら、すごく楽でシュッシュッと顔にかけまくってます。とてもうるおっていいですよね。 乾燥からにキビできるタイプだったのですが全くできなくなりました。アルジェモイスチャーミスと私、これがないと、交差の時期を過ごせない。敏感肌の強い味方。ずっとアトピーだったけどアルージェのスプレーが本当にいい。めっちゃいい。大容量で多いのに、全然水っぽくなくてしっかり保湿される。油小肌なのもあるけど全然突っ張らず。れ一本で完結できて、肌の調子も良くなりました。大容量の割にしっとりしてて、 手に取っても垂れてこない程度の粘土で使いやすい。花粉で荒れやすい今の時期も使ってて刺激を感じない。ひトリート薬用、保湿、化粧水。これは、肌が敏感な時に使ってる。赤ちゃんにも使えるよ。さっぱりした使用感なのにもっちり保湿された感じ。肌が水分含んで冷たくなってる感覚、すごく気持ちいい。松山油脂、保湿浸透水バランシング。混合肌なのでバランシングの方を使ってます。 グルセリンフリーで余計なものが入ってなくて、スッと肌に浸透するイメージ。セアミド配合で肌バリア高めてくれるシエタノールも入っていないから気になってる。しかもセラミドの分量多めで良さそう。日本酒の化粧水。しっとりしてるのにベトつかず。安いからバシャバシャ使える。肌は結構褒められます。私もこれ。デガコス使っていた頃より、うんと、肌の調子がいい。美容液がいいと口コミあったから、 化粧水もこれにしてみた。これいいですよね。バシャバシャ使える。私もこれ。とにかく遠慮せず使えるから。味噌汁入ってから使ってますが、毎日肌もっちりしてます。極純ヒアルロン液。とろみがあって好き。デかつくのが嫌でさっぱりだけど。乾燥しなくて気に入ってる。安いのだとさっぱりって時間経つとすぐ乾燥するけどこれはさっぱりなのに乾燥しなくてすごいと思った。 値段だけのことはある。私も20年くらいずっと使い続けている。クレドポーボーテ使うと、他のものが使えなくなる。肌が格段に上がる感じ。サウカチあり。高いけどやっぱりいい。イクサザ、タイムアールアクア。使ってますが花粉の時期でも、肌荒れしなくていいですよ。肌が柔らかくなって、少しトーンアップした気がします。あくまで個人的にいいですが、 か可もなく不可もなくと言われがちだけど、それだけ無難で敏感な時も使える人が多いというのが良いところ。私、皮膚が弱くて基礎化粧品は、何でも使える人じゃないけど、イクサはいつでも使える。肌をきれいに保てる。イクサは基礎化粧品は使いやすい。私の肌にもこれが一番合ってます。昨日、購入してみました。これからの季節、良さそうだなと思って、届くのが楽しみです。 吹き出物もすぐ治ったし調子いい。白ニキビ肌だったけどこの化粧水に変えてからニキビなくなった。この化粧水何度も、何度もたっぷり塗って安物クリーム塗っただけの肌が一番落ち着いてる。私は肌荒れ減ったよ。生理前の肌荒れが本当ひどかったんだけど、会えたとしても軽く済むようになった。友達が使ってて、肌の水分量と油分量が、一番良い状態になって綺麗になったって言ってた。青回りのニキビに悩んでた時にイプサに切り替えたら収まった。 以来いい10年間ずっと使い続けてます。肌の土台が整う感じ。他の基礎化粧品に浮気しても、だいたいイプサに戻ってくる。これにしてから調子良い。つい最近変えた。結構良い感じ。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、今後の有益情報をまとめていきます。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。概要欄に商品まとめています。